どうも、こんにちは、こんばんは、白王子ゆうやです。ウィレン2020マスターリーグ続きやっていきたいと思います。皆さんぜひともお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、本日の動画はですね、スケジュール確認していきましょう。セリア第15節。そして、ヨーロッパマスターズカップグループステージ第6節、最終節ですね、ルガーノ。そして、16節、ローマとの試合やっていきたいと思います。まあ、リーグ戦はね、ラツィオもリーグ順位2位、そして、ローマもですね、リーグ順位3位と、まあ、強豪クラブになりますが、なんとかね、勝ち点を取れるように、目標のね、10位以上、8位以上をね、今シーズン初のね、セリエ A のシーズンですが、頑張っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、最も熱いのがヨーロッパマスターズカップでございます。こんな感じですね。はい、残るは最終節、ルガーノとの試合を残して、AC ミラン勝ち点5でございます。で、多分ね、アーセナルとスポルティングブラガの試合が同じ日に行われると思うんですけども、もしね、私、まあ、AC ミランがまず勝利が絶対条件となります。勝ち点3を取ると、トータル勝ち点8という結果になるんですが、まあ、スポルティングブラガ、アーセナルの試合で、スポルティングブラガが勝つと、スポルティングブラガがグループリーグ突破という形にはなるんですが、まあ、万が一ね、スポルティングブラガが引き分け、もしくは負けた場合に関しては AC ミランもグループリーグ突破の条件がございますので、なんとかね、まずはルガーノの試合勝つことをね、もう勝つしかないんです。はい、まずはもう AC ミランとしては勝つしかない。そして今スポルティングブラガがアーセナルに負けてくれればグループリーグ突破という感じにはなるんですが、まあ、スポルティングブラガがね、引き分けの場合は得失点差になるので、まあ、ここね、ちょっとなかなか計算が難しいところではあるんですが、今マイナス2、得失点差が、そしてスポルティングブラガが1ということなので、まあ、ちょっとね、なんとか、まあ、スポルティングブラガ負けていただきたいな。まあ、AC ミラーも勝つしかないので、何も考えずに今日の試合はとりあえずルガーノに勝つ。それを目標にちょっと頑張っていけたらなと思います。で、ルガーノもですね、実は言うとこのグループリーグの中で一番そんなに強くないチームですね。はい、我が AC ミランとはまあ近い位置にいますので、まあこの試合、しかもホームでの試合なので、なんとか勝ちたいんですけども、まあ前回ルガーノと試合ですね、アウェーで、うちのチーム負けてるんですよね、1対0で。はい。なので、今回はもう前半から攻撃的に行ってですね、もう勝ちを目指していくしかないので、まずはもう勝つ。はい、勝つことを目標に。はい、そして、まあ、得失点差で言うと多分ね、勝てないかな。得失点差だというマイナス2点で、向こうは1点なので、まあ、3点取ったところでっていう感じにはなっちゃうので、まあ、得失点差ってなっちゃうとちょっと厳しいのかなというのはあるので、まあ、今回とりあえず勝つことだけを目標に。で、まあ、向こうの試合でね、アーセナルさんが勝ってくれることを願って、やっていきたいなと思いますので、皆さんね、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、マスターズカップグループステージに行く前に、まずはね、ラツィオとの試合ですね。ラツィオもですね、まあ、グループリーグっていうか、もう、今、リーグ戦2位なので、まあ、いい位置にいますので、なんとかですね、勝っていきたいなと思います。まあ、ここ最近引き分けが多いのでね、今日は、進撃の巨人、ハンネスことベア選手を入れましょう。まあ、モンテーロ選手、調子悪いし、ちょっとスタミナもね、っていう感じなので、今日、川島選手使おうか、じゃあ、ちょっと調子もいいし、スタミナもあんま変わんないので。ルイス選手絶好調、大越選手、まあ、好調だけど、まあ、いっか、じゃあ使ってあげよう。ルイス選手は右はできるけど、65に下がっちゃうのか。そっかそっかそっか。なら、いっかな。なんと今日はキャッスルダインが調子悪いということで、じゃあ今日は熊野パディントン入れようかな。熊野パディントンさん入れましょう。で、ジャッキリーニ選手とハービー選手はスパサブ持ってるんでね、途中からちょっと使っていけたらなという感じでございます。はい。あー、ゴーヨスも調子悪いね。そしたら、今日はじゃあミハイロフ選手センターフォワード。アルカスさんもちょっとね、まあ、次回ちょっと次のね、マスターズカップが大事になるので、アルカスさんもちょっと途中で今日変えようか。絶好調で今ね、ちょっと才能開花もしたばかりっていうところで使っていきたいんですけど、ちょっとアルカスさんも途中で変えようか。誰入れようかな。ハービー入れようか。早い段階で。後半戦からね。よし、ということで、ちょっとね、今日は主力を休ませつつという感じではいきたいので、ラッチオとの試合やっていきましょう。主力も休ませつつね、
この試合しっかり勝ち点取れるように頑張っていきたいなと思います。まあ、アルカスさんはちょっとねスタミナあれだったんで、もう後半入った瞬間に変えましょう。まあ、次のねヨーロッパマスターズカップがうちとしては大事な試合になるので、まあ、このリーグ戦はねまだ長い戦いですから、うん、ちょっと主力も休ませつつ、でもしっかり勝ち点もね取れるように頑張っていきたいなと思います。さあということで、ミランのねホームでの試合ということで頑張っていきましょう。相手は前半からね攻撃的に来てますね。さあいいよ、逆にチャンスだ。さあ、これは通らない。今日はちょっと主力選手も本田選手そしてアルカス選手あたりは次回の試合に備えてね途中で休ませてあげましょう。 OK、 ナイス川島さん。いよいよ、あとそうだ、ちょっとあの前回の動画と少し変わったところがあるので、この試合が終わり次第ちょっとね皆さんにご報告させていただきたいと思います。まあ、前回ねちょっとあのセンターバックの即戦力をちょっと1枚獲得したいと思いまして、あの私ちょっとあの見てきましたので、ちょっとリストアップしてきた選手がいるので、そのリストアップ選手を皆さんにねご報告させていただきたいと思います。あとですね、スカウトが連れてきたあのセンターフォワードのいい選手、ベテランの選手で結構安く取れて走行値も高い選手がいたので、まあその選手もちょっと皆さんにお見せできたらなと思いますので、一応前回の動画でね2選手ほど、まあファンペレス選手とかもう一人の選手交渉させていただいたんですけど、もう一人ちょっといい選手がスカウト持ってきたので、その選手もちょっと加えてね3選手でまあセンターフォワード誰取るかね考えていきたいなと思います。まあファンペレス選手の方がいいんですけどね、まあお金的にちょっとね抑えなくちゃいけないというところもあるのでね、そこら辺も考えて。いいよ、アルカスとミハイロフのいいよコンビネーション。さあ本田選手からアルカス、惜しい。いや、アルカスがね本当に絶好調ですからね、本当に素晴らしい活躍をしてくれてるので、今しかもね今成長期に突入して才能開花して、これからどんどん能力が伸びてくるというね選手ですよ。いやー、ナイスキーパーですね。逆にコーナーキックのチャンス、うちは頼むよ。まあ、ちょっとアルカスはね今日は前半のみになりますので、なんとか前半戦に得点を上げてほしい。まだあるセカンドボール、お子さんヘッティヒ打っても面白いけど、阿部さん、阿部選手打たないね、打たないね、みんなね。ヘッティヒキープして、本田選手もいますよ、ここに本田選手。オッケー、ナイスキープ、いいよキープ、やばいやばい、2人来てるけど、オッケー、いいよ、さすがさすがエースナンバー本田選手のキープ力。そしてチャンス、上げても面白い、左足で上げて、あー残念残念ながら得点にはつながらず、シュートにもつながらずって感じでしたが、さあ逆に相手のカウンターになってしまった。ラツィオはねリーグ順位2位とねユベントスの続いてねリーグ順位ですから、なかなか強敵のチームが今回当たりますので、リーグ戦はリーグ順位2位リーグ順位3位のチームとね当たるわけですからね、なんとかここで勝ち点を取りに行きたい。さあチャンスだ、アルカス抜けたら面白い、アルカスキープして、アルカス打ったら面白い、アルカス、アルカスなんです。なんとアルカス3試合連続ゴールじゃない、素晴らしい。前回の動画でもねリーグ戦決めてますからね、前回の動画はリーグ戦1対1で全部引き分けましたけど、素晴らしい。アルカス、アルカスの成長が止まらない、すごいよ。ここね多分ねあのパディントンからのねフライスルーパスが通って、アルカスがしっかりディフェンダーと戦って、おー、キャプテン同士の戦いだったんだね今ね、ナイス。そしてアルカスもね前回の動画からキャプテンマーカーを巻いてますので、頼むぜ。まあ、アルカスはちょっとこれでね今日は交代させます、次回の試合が大事なんで。素晴らしいよ、久しぶりの先制点ですね。まあ、ここ最近リーグ戦ではね本当に相手チームに先制点を捉えることが多かったので、うちのチームはね。オファールないよ、危ない危ない危ない、ずっとね点取られてて逆に追いつくみたいな形が多かったんですが、素晴らしい AC ミラーということで1対0ですが、アルカス選手は次回の試合に備えて変えてあげましょう。いや変えたいんだけどな、まあ、スタミナまだ半分以上残ってんだよな、ちょっとまだ使うか、うん、使おう、まだいけるね、まだ大丈夫、アルカスだったら。ちょっと後半60分ぐらいになったら変えようか。さあ相手はね攻撃的に来てますから、
ちょっと今日はね主力選手を休ませたいというところもあるのでね、休ませて次回のねヨーロッパマスターズカップしっかりと勝ちを狙っていきたい。ミハイロフ通ったら面白いけど、取れ取れ、ナイスミハイロフ、オッケー、ファールか、ここでファールがありました。うーん、ファールか、まあまあ仕方ない、いいよ、いい形を勝とう勝とう、ラツヨに、ラツヨちょっとイントネーションというかどこでアクセントを入れたらいいのか分かんないけど、ラツヨラツヨ勝とうぜ勝とうぜ。リーグ順位2位のチームに久しぶりに勝ち点3を取りたい。しかも主力を休ませての試合ですからね。頼むよ、ここ押さえて、オッケー、全体的によく動きましたし、抑えよう抑えよう、勝とう勝とう、ペースが落ちた要因はやはり疲労なんでしょうか。そもそも疲れはあると思いますけども、それよりもチームとして追加点を狙いに行くのか、それとも守りに入るのかという意思統一、そうだな、追加点を狙いに行くのか守りに行くのかっていうところも重要になりますが、ちょっと時間見てね守っていこうか、勝ち点3取りたいですかね。本田選手取れない、 OK、 ナイス本田さん、いいよ圭介、本田これぞエースナンバー、うちのエースナンバーは本田圭介ですからね。いや圭介は本田ですからね、本田圭介でありません、圭介本田です。行きましょう、ゲームプラン確認していきましょう。どうしようかな、体力的には問題ないんで、まあ今日モンテロ選手もねちゃんと休ませてますのでね、まあルイス選手が絶好調なんで大越選手も休ませてあげたいな。でジャッキリーニ選手も使いたいので、どうしよう、とりあえずミハイロフ、いやアルカス変えるか、次回の試合に備えて、ちょっとここ迷うな。とりあえずじゃあ本田選手変えてジャッキリーニ選手入れましょう。スパサブのレフトミッドフィルダー入れて、でハービー選手もちょっと入れてあげたい。で、アルカス選手だよな、問題はアルカス選手休ませてあげたいんだけど、そうなると守れる選手がてかフォワードできる選手があとゴイオス選手しかいないけど、ちなみにセカンドトップできる人はあとはそんなにいないか。そうか、センターフォワードになると、そうだな、アルカス休ませてあげたいよね、アルカス休ませたい、どうしようか迷うぞ。ミハイロフそのまま使うか、じゃあミハイロフそのまま使って今日はトータルで使ってハービーをここにセンターフォワードとして入れよう。うん、でオリビエ選手が確かキャプテンシー持ってたので、キャプテンはオリビエ選手に任して、オッケー、じゃあちょっとねここは主力を休ませるというところで本田選手とアルカス選手変えましょう。はい、変えたいと思います。うん、これカラチェフ選手がライトミッドフィルダーなんでね、今思ったら。あ、でもライトミッドフィルダーの方が高いのか、ジャッキリン選手は。いいね、いいね。じゃあこれでいこうか。よし、いこう。とりあえずね、一旦今日は、本田選手とアルカス選手に休んでもらいましょう、ここで。まあ、プレーが止まらないことには休めないんですけどね。さあ、まだチャンスある。ハディントン、取れないか。いや、オッケーオッケー、いいよいいよ。いいよ、進撃の巨人ハンネスことベア選手、チャンスだ、ミハイロフ、疲れてる、もうミハイロフさん。さあ、そろそろね守備的に行こうかな、70分ぐらいになったら、70分になったら守備的に行きたいかな、もう1点取りに行きたいところもあるけど、まだね本田選手もアルカス選手も出てるので、うん、ここでじゃあちょっと本田選手とアルカス選手交代というところで、ミランとしても守備的に守りましょうか、この1点を守ろう、 OK、 守ります。さあジャッケリーニ、そしてハービー、スパサブ入ります、スパサブ入ります、スパサブ2名入ります。さあ頼むよ、残り20分、なんとかこの1点を守りたい。もうアルカス選手も変わって本田選手も変わっちゃったので、守れ、オッケー、ナイス、ハービー、ハービーがここまで戻ってきます、守備的なんで、スパサブハービー、ファールファールファール、オッケー、イエローイエロー、カード出ない、うん、カードは出ないですね。はい、ということでラスト1枚の交代枠もちょっと使っていきたいな。まあ、ちょっと大越選手あたり、まあ、ジョルザ選手、大越選手あたりも休ませてあげたいので、どうしようかな、まあ、今日ルイス選手こう絶好調なんで大越選手変えて、まあ、ミハイロフは怪我してもいいでしょう怪我してもいいでしょってのは良くないけど、まあ大丈夫でしょう。ちょっと大越選手休ませてあげよう。ルイス選手入れます。お疲れ大越さん、とりあえず主力選手を休ませて次回のマスターズカップに備えたいと思います。
ねえねえ、これで勝ち点3取れたらもうベストよ本当に、うん、ベストイズベスト、うん、ベストイズベストって意味わかんねえわ。頼むぜ頼むぜ、なんとか80分に入りました。残り10分、ロスタイム何分あるかわかんないですけど、相手は攻撃的に来ますから、うちはねしっかり守ろう。ここはいいよいいよ、しっかり守って、そうそう時間使って時間使って、彼みたいにポストプレーにかけてる選手がいいよいいよ。周りはそこを中心に、ミハイロフがちょっと怪我怖いな、体力がなかったそうなってくるとやっぱりマークは必須ですね。オッケーオッケー、こっちボールこっちボール、時間使って時間使って、ジャッキリーニ頼むよ頼むよ、おいおいおい簡単に奪われすぎやろ、逆にカウンターじゃないかい。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですね。落ち着いて落ち着いて集中集中、テルビからこのフィードパス、やばいよ、いいですよいいですよ、オリベ選手とか切り抜けます。さあ残りロスタイム3分ですね、ラストワンプレーになるかな、これはルーカス、いい展開ですね。さあここはサイドが空いてたと、さあラストワンプレー、ここボール取ったらもう終わりだから、ボール取ったら終わりよ、終わろう、このまま 1-0 で、怖いよ取れない、ボールがボールが取れない、嘘、危ない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 、ということで OK、 AC ミラーなんと本日の動画初勝利でございます。アルカスさんが前半戦に得点を取ってくれて、それをねしっかり守りきる、よく守った、久しぶりのリーグ戦勝ち点3、ありがとうございます。強豪クラブラッツィオ相手によく取った、ラッツィオ相手、ラッツィオ、ラッツィオ相手かな。 OK、 ということで第15節ミラン勝利でございます。久しぶりの勝ち点3でなんと5位浮上、ナイス、目標は8以上ですから、うん、頑張っていきましょう。さあということで、さあここからね大事な試合が来ますよ、ヨーロッパマスターズカップグループステージ最終節、ルガーノとの試合、ここ勝てばねグループステージ突破の可能性があります。お、チームプレイヤーになった、誰だ、ヘッティさん、お、ヘッティさんのチームロールがチームロール、チームプレイヤー、こんな感じですね、試合出場でチームスピリットアップショーということで OK です、 OK です、チームスピリットも上げていきましょうよ。さあということでルガーノ戦やっていきましょう、相手はね同じぐらいのチームなんで勝ちましょう勝ちましょう。いやゴイオスが調子悪い、マジか、そしたらミハイロフ使うかミハイロフちょっとな、前回の試合に出しすぎちゃったな、ちょっとマジかよゴイオス頼むぜ、俺はゴイオスを使いたいのに、ミハイロフ使おうか、じゃあアルカスさんもちょっと体力があれだな、怖いな、ルカビナ選手今日調子いいので、じゃあジョルザ選手に代わってルカビナ選手入れようか、うん、大越選手とそのまま使おうかな今日は。あルイス選手入れてもいいけどどうしようか、今日じゃあちょっとサイドバック変えようか、ルイス選手そしてルカビナ選手行こう、この試合オリビエ選手もあれだけど体力まあいっかな、いやでも総合値高い選手入れたいよねここはね、いやでもルカビナ選手もルイス選手もいい選手だから使っていこうか、そんな総合値も変わんないしね、行こうかこのままで、ヘッディヒキャッスルダイン、これで行こうか、頼むぜ頼むぜ、今日はこのメンバーで、で途中でねスパサブ、ハービー選手使いますし、カラチェフ選手も使うし、でベンチメンバーが7人しか入れないのでこれでいいかな、うん、ジャッキリン選手も使いたい、パディントンも今日絶好調ですからね、頼むよ。 OK では行きましょう、ルガーノとの試合頑張っていきましょう、キックオフ、もうね前半から攻撃的に行きます、もうこの試合はね引き分けはもうないです、勝ちに行くしかないんでうちのチームは、とりあえず勝ってもう1試合のアーセナル、そしてブラガの試合、なんとかねアーセナルが勝っていただきたい、アーセナル勝てばねうちのチームが突破できる可能性もあります、グループリーグこの試合は絶対勝たなくてはいけない、ルガーノ AC ミランのホームグラウンド本拠地です、頼むぜ頼むぜ、アルカスさんキャプテン、ルガーノのねアウェーでは負けてますから1対0で、そのリベンジですよ、頼むぜ行くぜ行くぜ、気合入ってますよ、今日はねセンターフォワード偽ロナウドことゴイオ選手でありません、ミネストローネミハイロフ選手です、はい、スパゲティではございませんよ皆さん、よくスパゲティと間違えられます、はい、ミハイロフです、ミネストローネではありません、ミハイロフです、皆さんよろしくお願いします、今日活躍してます、活躍してみせます、ミネストローネです、はい、行きましょう。
さあルガーノ勝とうかと勝てないチームではないと思います。まあ、今までねアーセナルにも引き分けでいい試合も見せられましたし、スポルティングブラガにも勝つことができました。まあ今日はねケイスケさんが1枚ちょっともらってますけど、大丈夫です。次回の決勝トーナメント、ここでイエローカードもらったら出れないのかな。本田さんはどうなんでしょう。引き継がれるんですかね。勝つよ勝つよルガーノに。相手もねルガーノとしてはもうあのグループリーグ突破はできませんから、多分ね、多分できない、多分できないと思う。勝とう勝とう、グループリーグ突破の可能性があるミランに勝たせてくれルガーノ。裏で賄賂とか渡してませんからね皆さん。行くぜ行くぜ、前半から攻撃的に行くぜ。さあキックオフ、前半から攻撃的に参ります。さあ勝とう勝とう、オリビエ選手からのいいよチャンスだ、初っ端チャンス。今日はねセンターフォワードがボリオス選手じゃなくてミネストローネです。お、逆にピンチ、嘘でしょ、逆にピンチ、止めて2人で止めて、3人でいって、2人で無理だった、3人 OK、 いいよいいよ、頼むぞ。アルカスからミハイロフには通らない、これは繋がりません。アルカス頼むよ、今日も得点決めてくれよ。リーグ戦いい形で得点決めてますから、アルカス選手は素晴らしいよ。得点王とかどうなんだろうね、アルカス選手ね、ワンチャンあるんじゃない、初のセリエ A で。さあカウンタースピードを上げたいところ、いいよアルカスキープして、本田選手もいるよ、簡単に取られちゃうな、 OK ナイスキープ、その後大事、ヘッティヒからミハイロフに、さあ落としてキャッスルダイン、大丈夫、まだ始まったばかりです試合は、諦めたらそこで試合は終了です。違うな、ちょっと違かったな今、諦めたらそこで試合終了です。頼むぜ、まだ試合は始まったばかりだ。怖いね、結構攻められてるね、なんだかんだ。本当にねルガーノの試合、これちょっとね確か動画撮れてなかったと思うんですけど、支配率が圧倒的にルガーノの方が上で、シュートが1本も打てなかったんですよね、うちのチーム。だからね、まあ本当にレベルとしては同じぐらいのチームですが、なかなか厳しい戦いにはなるんじゃないでしょうか。まずはシュート打っていこう、いいよ本田選手、ケイスケ、本田、ルカビナ、さあ今日先発起用ルカビナからいいボール入って、ああ惜しい、いいよいいよ、ライトサイドバックルカビナ選手、この選手もねセルビア代表に選ばれている選手ですから、リアルでね、頼むぜ頼むぜ、いい形、いや見てほしかったな、アルカス、まだ大丈夫、でも初のシュートという形でね、これ打つことができた、あ支配率もいいですね、半分ずつぐらいだね、オッケーオッケー、前の試合とは違うよ、前の試合と違うということを見せてやろう、AC ミラン、勝つしかないんです、この試合。勝たないとグループリーグ突破の可能性はないんです、うちのチームは。頼むぞ、まずは勝つ、なかなかボールを取りに行かないね、キャッスルダイン、本田選手とキャッスルダイン2人取りに行こう。おっとルーズボール、さあ前半から得点取れたらよかったんですけど、そろそろ時間が終わっちゃうよ、頼むぜ、勝つぞ勝つぞ、うわーなんか全然あれだね、攻めてこないね向こうも。さあ、OK、ナイスチャンス。さあ、ラストワンプレーになりそうだね。キャッスルダイン。さあ、アルカス。いいよ、いいよ、いい形。さあ、キャッスルダイン。結構、サイド1人いるよ。これはどうだ、ミハイロフ。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 よくやった、ミネストローネ。あ、間違えた。ナイス、ミネストローネの、この、見てください。このね、アッパー。これ見てくださいよ。スパゲティじゃないんです。ミハイロフなんです。皆さんよく間違えられます、ミネストローネに、ナイス、よくボクシングの選手と間違えられます、今のパフォーマンスやるんで。よくやったミネストローネ、決めるんです、これがねミネストローネの強さ、体の強さ、取られません、オーケー、利き足じゃない左足で決めていく、多分左足、利き足、右足だよね多分。よし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 、1点取ったぞ、ミハイロフナイス、右足ですね、利き足、でも総合値69まで上がってますからね、ミハイロフも、ゴイオス選手とあんま変わらないですからね、だから今後ゴイオス選手、ミハイロフ選手はやっぱね、センターフォワードとして使っていきたいですからね、やっぱ即戦力のセンターフォワードが来たとしても調子いい選手はどんどん使っていきたいと思うので、素晴らしい前半ロスタイム、いいよいいよ、支配率はねルガーノの方が上ですが、行きましょう行きましょう、後半戦
さあここからどういう戦いをするかですよね。攻撃的にいってますが一旦バランスに戻そうか。この1点を守りきるのか、それとももう1点を取りに行くのか、確実に取りに行くのかってところですよね。ミランが1点を先制して折り返します。得失点差とかになっちゃうとな、ちょっと厳しいのかなというところはあるので、これでとりあえず得失点差マイナス1でしょ。もう1点取るとマイ、ゼロでしょ。で向こうは1あったから、なかなかちょっとやっぱね3点以上取らないとってなるとね、ちょっと厳しいのかな。4点取らないことにはって感じになっちゃいますもんね。4点か、4点ってなるとね、やっぱこの試合は絶対勝つことを目標にいこう。リスクは負わない、とりあえず勝つ。でアーセナルに勝ってもらう。さあチャンスだ、ルイス選手、下部組織から上げたルイス選手が簡単に取られてしまう。60分になったのでちょっとゲームプラン確認していきましょう。さあ結構攻めてるので、そうだよね。いやミハエル翻訳ごめんだな、よく頑張った。ハービーに変えよう。そして、今日カラチェフ選手が調子いいので途中で使いたい。でスパサブジャッケインにも使いたいし、ハディントン、熊野パディントンことハディントン選手の絶好調を使いたい。逆にピンチ、大丈夫、 OK、 いいよ。逆に勝ちを近づけるためにもう1点取りたい。キャスルダインからアルカス、おミハイロフまた決めちゃうんです。あー惜しい。いいねいいねミネストローネ、いい形ですよ。でもここで交代です、ミネストローネは。よく頑張った。スパサブハービー入ります。このトライアングルもいいですね。ミハイロフ、アルカス、キャスルダイン。さあここでミハイロフ選手交代、よく決めてくれた今日得点を。本田選手のコーナー、スパサブハービー入ります。ミハイロフに代わってハービー入ります。ハービーもねこの大会調子いいですからね。クリアが精一杯ですね。 OKOKOK、 クリアが精一杯、まだチャンスはあるよ、うちのチームにも。グループリーグ突破しよう、この試合絶対勝つ、勝つしかないんです、うちのチーム。いやもうアーセナルにね引き分け、どっちとも2試合引き分けできたっていうのは大きいですよね。ファール、ファール、PK、オフサイドか、オフサイドか、くそ、くっそ、オフサイドや、さあそろそろ70分になるかなというところでゲームプランもう一回確認していきましょう。さあちょっとだ、本田選手もあれなんで、どうしようかな。パディントン今日絶好調使いたいんだけど、カラチェフ選手も使いたいしな。いやスパサブジャッキリーに使ってにしようかな、それともカラチェフ選手使おうかな、どっちがいいかな。62-71、ジャッキリー選手はそんなに守備は上手くないと。じゃあ今日カラチェフ選手入れて、でキャスルナインに変えてパディントン入れようか。これでいこうか、これでなんとかちょっと守ってほしい、この1点を。アルカス選手もちょっと体力怖いけど、 OK、 これでいきましょう。これで3枚交代枠全部使っ切ってしまった。ミランがこれで交代枠を全て使い切りました。お疲れキャスルナイン選手、そしてケイスケ本田選手、お疲れ。主力を変えてしまいましたが、なんとかこの1点をもう守ります。うちのチームは残り20分守備的に行きましょう。頼むぞ、この1点を守るぞ。もう1点取られちゃダメよ、守って守って、2人で守って、残り20分守って。頼む、ピンチピンチ、ヘイティやばいよ、 OK ナイス、いいねいいね。逆にカウンター、逆にカウンター、スパサブハービーいますよ。スパサブハービーとパディントン、いいよこの2人、取ろう取ろう。パディントン、熊野パディントンことハリントンから、お、いいよ、取れちゃうんじゃない。あ、惜しい、ポストか。カラチェフ選手、途中交代のカラチェフ選手、まだあるチャンスだよ。さあチャンスだ、誰もいない。誰もいなかったわ今、マジか、今すげえチャンスだったのに。あ、もう1点決めたかったな。逆にここ守ろう、しっかり。さあピンチ、カラチェフ戻って、ここで丁寧にコントロール。ガビナ選手、上げさせないで、簡単に上げさせないでよ、ダメだよ、モンテロ、あーあー、もう危ねえ、怖い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 。オッケーオッケー、ロスタイムあと2分、もうラストワンプレーでしょ。なんかこっちから見たら入ってるように見えて、今ゴールに吸い込まれるように感じに見えたけど、さあ時間使って時間使って、残り2分ロスタイム。相手も攻撃的に来てないから、
そうですね、対面でのホイッスルはまだかまだかという感じでしょう。もう終わりでしょう。あともうボール出したら終わり。 OK、 さあどうだ。あーマジか、突破できなかったんか。うーわ、なんでアーセナル勝たないんだよ。アーセナル勝ってくれよ。ということでね、このね印象を見るとですね、残念ながらアーセナルとのスポルティングブラガの試合はブラガは負けなかったということですね。うわマジか、アーセナルなんで勝たねえんだよ、なんで引き分けてんだよ、2対2でしかも。うわマジか。いやもうミランとしてはもうできることはやりましたね。動画収録できなかったルガーノ戦、まあ、あの試合が勝てなかったっていうのも痛いでしょうね。アーセナルとの試合はね2試合とも引き分けで勝ち点1を取ることはできたんですが、うん、ということで残念ながらミランは勝ち点8でスポルティングブラガに並びますが、まあ、得失点差でね残念ながら勝つことができませんでしたね。うん、まあ、この試合3対0で勝つことができればね、3点差つけて勝つことができれば、まあ、ワンチャンとあったんですけども、ちょっと厳しかったですね。はい、ということでヨーロッパマスターズカップはグループリーグ敗退でございました。辛いね。他のグループも見ていきましょう。まあでも初のねマスターズカップということで、まあ強豪アーセナル、スポルティングブラガがいる中でねここまでできたっていうのは良かったんじゃないでしょうか。うん、いい経験になったと思います。はい、ということでヨーロッパマスターズカップグループリーグ敗退でございました。応援していただいた視聴者さんありがとうございました。さあ切り替えてね、残りは、リーグ戦、そしてコッパイタリアもまだあるかな。もっと上を目指したいということでね、本田選手がまた出場して次はもっと上を目指したいということでね頑張っていきましょうよ。はい、ということで監督業来てますね、オファーがね。まあミランで頑張りたいと思いますので、まだ多分ねコッパイタリアが多分カップ戦あったと思うので、うん、そうですね、フィオレンティーナとの試合が3回戦ございますので、まあ、移籍市場が始まってからという感じになりますがね、うん、切り替えて頑張っていきましょう。リーグ戦とコッパイタリアね。ではコッパイタリア行きましょうか。さあローマとの試合ですね。さあどうだ、体力的に青越選手がちょっと調子悪いけど、ルイス選手も調子悪いと。じゃあ逆にジョルザ選手今日レフトサイドバック68か、結構下がっちゃうけどどうしようか、ちょっと入れとこうか。じゃあで、ルカビナ選手、今日使っていこうか。で、オリビエ選手がちょっとスタミナあれなので、今日は、進撃の巨人、いや、トニ選手入れようか。トニ選手入れて、で、パディントン今日絶好調、OMF 入れましょう。ジャッキリーニ選手もスパサン持ってるんで、途中から入れましょう。うん。小林選手今日入れようか、DMF で。小林選手入れて、こんな感じでいきましょうかね、では。うん。途中でジャッキリーニ選手使っていきたいと思います。サブでね、ジャッキー・ライス選手もちょっと入れとこうか、絶好調ということで。アルカス選手もちょっとスタミナがやばいね、もう半分以上、半分近く持ってかれてるから、ちょっとどっかで交代とかも入れてあげないとですね。OK、ではこれでいきたいと思います。ローマとの試合、本日最後のね、試合でございます。いやー、でも悔しいね、ヨーロッパマスターズカップ、アーセナル勝てよ、おい。なんで引き分けんだよ、2対2で。しかもいい試合だったんだね、2対2ってことはね。取って取られつつみたいな、取りつつ取られつつみたいな感じだったということで、まあ残念ながら AC ミランヨーロッパマスターズカップ決勝トーナメント進出はなりませんでしたが、まあ初のねカップ戦ということでヨーロッパマスターズカップということで、まあいい試合ができたんじゃないでしょうか。さあではローマとの試合、リーグ戦やっていきましょう。こちらをご覧いただきます。さあ今日はね久しぶりにニセロナウドことゴイオス選手もスタメンですから、ぜひとも期待していただきたい。あ、そうだ、あとそうだ、さっきも言ったけどあれですね、あの新たに加えたリストアップ選手ちょっと見ていきましょうか。センターバックの即戦力になる選手をねリストアップしたのと、あとスカウティングでねスカウトの選手がセンターフォワードのいい選手を連れてきたので、ちょっとその選手もね見ていきたいと思います。さて北澤さん、今日の注目選手、なのでもう次回のね移籍市場ではセンターフォワードの即戦力、そしてセンターバックの即戦力っていうところが加わってくれればなという感じなので、まあ中盤はね本田選手と阿部選手のね日本人選手獲得することができたので、でトップ下もねキャスルナイン選手もいますし、熊野パディントン選手、ウィリー・ハリントン選手もいますので、やっぱセンターバックが1枚ちょっとね即戦力
そして、フォワードの、ね、選手が1枚欲しいというところで、ベテランですが即戦力になる選手をね、ちょっと次回の移籍市場で獲得していきたいなと思います。どうだろう、お金もカップ戦で増えたかな、まあ、残念ながらグループリーグ敗退になっちゃったけど、お金も増えてればね、いい選手取りたいなと思うんですけど、まあ、6月のね、シーズン終了で本田選手とモンテーロ選手は、まあ、レンタルということでチームからいなくなってしまうんですが、まあ、いなくならないようにね、6月までにこの2人は獲得していきたいなと思います。ちょ、移籍交渉をかけたいと思います。阿部、まあ、せっかくねレンタルでうちのチームに来ていただいたんですからね、もうすぐ出ていかれるなんてもったいないですからね。せっかく TS も上がってきててね、チームコンセプトにもフィットしてる選手たちなので、ぜひとも本田選手とモンテーロ選手は獲得にね急ぎたいと思います。そのためにはお金がないといけないんですけどね。さあ、ローマとの試合頑張っていこう。リーグ戦はいい形でね、まあ、今日の動画はね2勝してますからね。マスターズカップも勝ってますし、リーグ戦も勝ってますからね。ラッツィオにね、ローマにも勝っていこう。強豪クラブですが、いい形できてます。 AC ミランとしてはしっかり勝利はできてます。さあ、パディントン、うん、アルカスには通らない。ちょっと伸びてしまいました。いや、でもいい形、いい形、いい形で攻撃できてる。頑張ろう頑張ろう。 AC ミランこの位置で受ける。 AC ミランは強いチームでなけてはならない。いや、ちょっと神々やな強いチームではなくてはならない。阿部選手、さあ、うん、ということで前半戦0対0の折り返しでございます。ということで、とりあえずね後半戦攻撃的にいきましょうか。両チームシュートなしというところだったので、で、まあ、途中からねちょっとハービー選手パスパサブ使っていきたいなというところもありますし、後半はバイタルエリアにもっと人が入っていけるような、あとはカラチェフ選手もね、カラチェフ選手でしたっけ、スパサブ持ってるの確か。カラチェフ選手とジャッキニーか、ジャッキニーニ選手と、ハービー選手かスパサブ持ってるの。前半互いにノースコアのまま、ちょっとアルカス選手を休ませてあげたいんだよな、たまには。ちょっとねスタミナがだいぶアルカス選手もね半分近くになってきちゃったので、さあチャンスだ、本田選手ここから打っても面白いけど、さあアルカス、アルカスです、ゴール真正面のアルカスです。ゴールキーパー真正面でした。いや、でもアルカス選手のね活躍は素晴らしいですから、本当に。得点ランキングとかも見てみたいですね。アルカス選手もリーグ戦いい形で得点取ってきてるので、あとで最後見てみましょうか。交渉と得点ランキングとアシストランキングをちょっと後で見ていきましょう。いいよアルカスさん、いいパスだね今の、すごいかっこいいね。おいおいおい、そこそこ連携ミスるなよ。オッケーナイス小林さん、そこスライディング取りに行くけどセカンドボール取れない。さあ60分になったのでゲームプラン確認していきましょうか。いや、ちょっとアルカスさん今日変えてあげようか、さすがにちょっとかわいそうだな。スパサブハービーでいこう。でここセンターフォワード2枚でいきましょう、ゴイリョスとハービー。でジャッキリーンに途中で使いたいので、まあ本田さんか、ケイスケ本田さんかパディントン選手のところに入れましょう。ちょっと体力見てねいきたいと思います。さあやばいよ、 OK、 いいよルカミナ選手クリアして、さあここでちょっとねアルカス選手に代わってってなると、キャプテンもちょっとか、キャプテンもちょっと一旦変えていこうか。キャプテンマーカーを誰にしようかなというところで、キャプテン誌持ってる選手いないのか、誰にしようか。そしたら本田選手にしとく。あと誰か持ってる人いる、小林選手とか持ってないよね、浮かびな選手とか持ってない。うーん、じゃあキャプテンマーカーとりあえず本田選手に一応つけておこうか、とりあえずね。さあアルカス選手に代わってスパサブハービーが入りますと、いいよハービー、いいよハービー、取っちゃうんですハービーが。ここでいいよいいよハービー、ここまで戻ってきて取っちゃいますから。サパディントンからゴイオス、さあニセロナウドことゴイオスのパフォーマンスに注目。さあ本田さん、ケイスケ本田から右足で上げて、まだあるセカンドボール、あーないわ、なかったわ。さあ70分になったのでゲームプラン確認していきましょう。うーん、本田選手変えようか。じゃあ今日ちなみにキャッスルナイン選手も出れるんですが、うーん、そしたらまあキャッスルナイン選手も使おうか、使って本田選手変えて、
ジャッキリーニ選手、ライトミッドフィルダーで入れようかな。うん、OK ですね。これでいきましょう。で、キャプテンマーカーは、じゃあ、キャッスルダイン選手につけておいてもらいましょうかね。OK、これでいきましょう。さあ、0対0のまま、残り時間も少なくなってまいりました。あ、やばいぞ、これ。ジョルザが追いつけない。ジョルザが追いつけない。モンテロ？ここにモンテロさんがいるんですから。センターバック守備の要モンテーロさん、おーマジかーマジかマジか、カード会員登録募集中。いや、この時間で取られちゃった、痛い。なんとか追いつきたいですね。残り時間少ない、まあ、攻撃的にはいってるんですが、相手は守備的に来ますよね、それはね。もう残り時間少ないので、いや、なんとか1点追いついて勝ち点1を取りたいんですが、いやこの時間に点取られたのは痛いな。うちも攻撃的にいってたんでね、まあ、リスクをちょっとね取ってたので取られちゃうの仕方ないんですが、大きな1点が入りましたよね。ジャッキリーニ、ジャッキリーニ、ジャッキリーニ、パサブジャッキリーニが取られてしまった。さあチェコ、オッケー、ナイスモンテロ、いいねモンテロさん、いいよモンテロさんと、もう一人ね、いいやっぱセンターバックが欲しいので、即戦力欲しいですよね。さあ小林選手からハービーにセカンドボール、ゴイオス取れないか。ムヒタリアン、いやーちょっと残り時間考えるともう厳しいかこれは。出しどころがない、やばい、スルーパス通っちゃってるじゃん、嘘でしょ。1対1、ああ終わった、オワコン、これはさすがに、いやーやられちゃいましたね、2点目も。ということで、まあ時間もねこれで終わりでしょう。はい、ということでローマとのねリーグ戦は2対0での敗戦でございました。いやー厳しかった。まあちょっとねカップ戦とねちょっと力を使い切ってしまいましたがね、うちのチームは。まあちょっと切り替えてね、また頑張っていきましょう。はい、こんな感じですね。第16節敗戦、ミランもですね7位に下がってしまいました。勝ち点28ということで、いやーまあまあまあ、なんとかね目標の8位以内をキープしていきたいと思いますので、残り試合も頑張っていきましょう。はい、ということで、では最後にね、交渉ですね、ちょっと加えたリストアップした選手を。うわ、次回ユベントスやん、マジかよ。ホームで迎えるユベントスの試合か。メール見ていきましょう。ジャッキライス選手の交渉来てますね。ジャッキリーニ選手も OK、 スキル獲得と。さあちょっと待って、今優秀な選手って言った違うか。じゃ あとりあえずですね、スキルを一旦ジャッキリーニさんに、次ルーレットを覚えてもらおうか。ジャッキリーニさんにね、いい感じにスキル覚えてもらってるので、今のところはジャッキリーニ選手に覚え、あ待って、アルカス選手も覚えられるようになってる。アルカスさん覚えようか。じゃあアルカスさん結構覚えられるようになってる。足裏コントロールも覚えられるようになってる。あ、じゃあちょっとアルカスさん優先でいこう。アルカスさんうちのね、エースストライカーにならなくてはいけない存在なので。じゃあとりあえずアルカス選手に一旦覚えられるものを覚えておいてもらって。アルカスさんもどうだ今。ちなみに、スキルはあと何個覚えられる？あ、まだあと4つ覚えられるか。オッケーオッケー。じゃあ、アルカス選手の足裏コントロール。そして、ルーレット。まあ、次回覚えてもらいましょうか。はい。ということで交渉ですね、加わったとこ見ていきたいんですけど、でスカウトですね、いい選手連れてきてたんですよ。このですねセンターフォワードのジエゴ・ソーザ選手っていう35歳の選手なんですけど、ね、結構ねスキルも持ってる選手で、まあ、年々35歳なんですけど、うん、まあ、即戦力として使えるかなというところで、ちょっとリストアップ選手に加えさせていただきたいと思います。はい、でお金もそんなにねかかんないんですよね。高い確率で成功するだろうということで、移籍金も年俸もね、まあいい感じに安くなるので、まあ、今現状、まあ、他チームの交渉っていうところで見るとですね、このファンペルシ選手、そして、エリック選手に交渉してるんですけど、まあ、どっちか獲得、そうだな、どっちかか、あとさっきのね、さっきの選手、ちょっと獲得したいなというところなので、先にちょっとセンターフォワードの選手をね、獲得したいなというところなので、もう一人行こうか。ちょっとこの人、ジエゴ・ソーザ選手、ちょっとやっとこう。一番最低の年俸でちょっといけるかな。移籍金と、OK、これでいけたらいいな。はい、交渉していきましょう。で、あとですね、センターバックの選手なんですけど、センターバックの選手をちょっと加えました。このね、36、あ、これ違う、じゃっきり、じゃあ、キエリに選手は取れないんだ。移籍金がもうね、ユベントスなんで、もう高くてちょっと取れない。
はい、取れないので、ですね、誰を加えたんだっけな、あ、この選手だ、はい、ビートル・ウーゴ選手と、このジョフェリー・ブルマ選手、ブルマ選手をちょっと加えました。未所属の選手で29歳、センターバック75後半超えということで、75超えのね選手ということで、この選手加えたので、ちょっとね未所属の選手ということで移籍金もかかんないで交渉していきたいと思います。はい、で最低の年俸でちょっとね行きたいと思います。あ、5年契約もできるんだ。じゃあちょっと5年契約にしとこうかな。5年契約でとりあえず交渉だけ一応しときましょう。このジェフリー・ブルマ選手かな、もうちょっとやっていきましょう。5年契約で最低年俸、まあ、5年契約じゃなくてもいいんですけどね、もう年齢的に29歳ということで、まあ、即戦力として使いたいだけなので、なのでとりあえずね交渉選手としてはこんな感じですね今。はい、モンテロ選手と本田選手は、レンタルです。でもいつか獲得したい、6月までには獲得したいですね。はい、なのでセンターバックの即戦力の補強、そしてセンターフォワードの即戦力の補強というところでやっております。まあ、1月にね移籍市場が始まるのでねっていうところですね。はい、そして我がチームに、交渉が来ておりました。ジャッキー・ライス選手かな、ジャッキー・ライス選手に交渉が来てましたと。はい、来てますね。再交渉する余地はあると。ブラストーニャかな、再交渉しましょう。ジャッキー・ライス選手は全然出してもいいという選手なので、うん、契約解除金に達しない、じゃあ51万ユーロでいきましょう、お願いしますぐらいかな。あとは移籍リスト出してる人はいないかな、うん、いなそうですね、うちのチームには。OK ということで、まあ、こんな感じで今交渉しておりますよという感じでございますね。はい、まあ、センターフォワードの選手、そして、センターバックの2選手、まあ、どっちかね獲得できたらなってことですね。センターフォワードも1枚ね獲得したいなというところでおります。はい、というところちょっと皆さんとね確認させていただきました。はい、とりあえずことで、まあ、本日の動画は以上でございますね。で次回どうだろう、移籍市場入れるかな、入れそうですね。入れるか。ギリギリかな。うん。次回、リーグ戦、ユベントスですね。はい、ユベントス、そしてナポリエ。まあ、リーグ順位高いチームですね。そして、ウディネーゼとの試合。まあ、なかなか厳しい戦いになりそうですね。次回も。次回の動画も。そして、アジア年間最優秀選手と、まあ、監督オファーは、このままミランちょっと続けられたらなというところで。で、移籍期間開始というところで、下部組織の選手、まあ、転生選手などを見ていけたらなと思います。なので次回ですね、やっと移籍期間が始まって、まあいい選手取りに行けたらなと思いますので、まあ皆さんのね、おすすめ選手なんかもいたらコメントとかで教えていただければなと思いますので、とりあえずセンターフォワードこの3選手の中でね、ちょっといい選手を獲得したいですね。まあ値段的にはどうなんだろうかな。やっぱこのジエゴ・ソウザ選手が、まあ安く済めばなというところで、獲得していきたいですね。あとはセンターバックの選手ですね。まあ、交渉次第という形になりますが、ぜひともね、次回の動画も、楽しみにお待ちいただけたらなと思います。はい。ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価、コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますので、お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私の Twitter のリンク、LINE グループ、白王子ファミリアについての詳細なども載っております。お時間ある時に目を通していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということで次回までに移籍市場が始まるところまで行きたいなと思っておりますので、皆さんぜひとも次回の動画も楽しみにお待ちいただけたらと思います。ではまた次回のウィーレ2020マスターリーグでお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。